ね、今まで私のセミナーは結構いい値段してたわけです。1日で12万で、それを今までやったものを今度皆さんに全部月1万円で提供しますよという投げかけです。でまず金額的な壁を取り除いた。今まで高いからなかなかいけないって言ってた商別にもう無料会員もありますから、そういう壁がなくなったけ、それから、ね、もうちょっと あちらこちらでやっていたらその時間的な壁もなくなるわけ。自分の行きたい時間に行ければ、そして、ね、宗教じゃないかって言われるそういう壁もあったわけ。でもね、本物だったら宗教であろうが何であろうが全部自分の問題解決して運命良くなるならね、そんな名前なんかこだわることないでしょ。それもなくなった。であと伝え方、どのようにして伝えたら相手に伝わるかっていうと、自分の人生を通じて運命を通じて素晴らしくなっていく。信仰をやれば間違いなく素晴らしくなります。いろいろ混ぜたりくれたりしなければ。そうしたら そこで誤解されるという壁もなくなる。まあ、そういう部分でどこから出発してるわけ。その個人会員月1万円 であと家族会員は2万円で月2万円でいいわけ。じゃあ家族会員というのはどこまでを家族とみなすかということ。二神道だとか何神道とか言ってそんなものも30神道に連れて行ったんだ。それじゃあどこまで三十神道かわかんないから、自分が この人を家族と思うならそれを家族とみなすと。だから別れた人も家族に入れたっていいんですよと。面白いでしょ。離婚して別れた人もそれも家族と、あなたがみなせるならみなしてください、みなせないならみなさなくていいんですよ、あなたの人生だから。まあ、真が開発するともうそういうのさえ全部許せるようになってくるんですよ。あの時にあれだけ恨んで別れた人だって全部許せるようになったんです。だとしたら最初から、ね、そういう大きな心になったっていいじゃないですか。自分の中にある相対を絶対にするんです。あなたが家族とみなすんならいいですよと。真がらしいでしょ。法人会は、会社は法人だ、会社だ、会社の中に社員いる。社員がそれぞれ家庭を持ってる、家族がいる、ね、親の場合もある、兄弟の場合もある、夫、妻の場合もある、子供の場合もある。そして親戚もいる。その家族も全部入りますよ。すごいでしょ。法人でトヨタは30万人いるんです。30万人も3万人30万人の家族を一人一人入れて10人だとしたら300万人一人で10人だ家族。とんでもないぶっ飛んだ発想でした。でも、ね、私はでも最初からずっとこの神話を開発するこういう発想なんです。こういう発想なんです。最初から全地球全人類がもう最初から会員なんだという発想、最初から会員なんだ、神が開発したらもう最初から地球会員であり宇宙会員なんですよという発想なんね。え、皆さんね、そう思えるいい方法を教えましょうか。神がの実践という言葉を唱えたらいいって言ったでしょ。でこれにちょっと加える、一つ加えるとさらにいいです。神話の実践入会、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 神話もう入会されてるそうしたらね、さらに意識するようになる。これはまだ昨日できたばかりもともと神話は神ですよ。神にもう宇宙に神に入会してるんです。
これから入会するんじゃないんですよ。もう入会されてる。これ加えるとね、かなりね、続々ってきますよ。信仰の実践入会、信仰の実践入会って、これからちょっと唱えてみたら。いや、本当に。私はね、この神話ってのはみんな神として一つだ。みんなまさに全地球、全人類そうなんですよ。いうどこからの出発だから。だからそれをその発想でいく私と皆さんの同志なわけ。そう思ってやってる。そういうことです。はい。まあ、全く初めての人にも今度ね、無料会員ってありますから、伝えやすくなるでしょ。一生懸命伝えてるけど、それいくらだってネタ言った時にね、引かれちゃう場合があるんですよ。でも無料会員もあるから引かれることはないんです。神話を、あなたは神話、あなたは神で、あなたは満月で、あなたはこんな素晴らしいんだって思いっきり伝えられるわけ。もう皆さん生きやすくなりますよ、これから。もうその場から人間関係がうまくいくようになりますよ。言うならばさ、私の発想がいかに自分で言っちゃなんだけどすごいかっていうことをやるためには、一回その値段も12万だって、1日12万だって出した方がいいでしょ。それが1年間12万なの。本当は普通のね、全日空だったら2審とか3審とか知らないんだよ。株主優待券なのか知らんけど、もうそんなもんだじゃないんだと。ね、二神道だとか、ね、三十神道だと、まあ百神道でもいい。だって、そういえば、ね、皆さんも歩んできた過去のいろんな人、あの人も家族とも見ていいんだって、そうやって意識するだけで違うでしょ。ね、全然違うでしょ。今までは全然別な人、他人になったのは。でも過去の出会った人みんなあなたにとって大事なキャストなわけです、ね、あなたを悩ました人も苦しめた人も別れた人も全部大事な、あなたにとって大事なキャストな。それを全部ね、あなたの家族と一回意識してごらんなさい。全然違いますよ皆さん。そういう意味なんです。だから私からの皆さんに投げかけなんて、どうぞあなたは思う家族っていうのを言ってくださいと。どっかで区切るんで、まさに全体と相対の話で、ね、ここまでならあれだけどこっちはあれだとか、それを全部取っ払っちゃう発想が。皆さんね、これからね、驚くようなことがどんどん起きます。どんどん起きます。もう悲鳴上げるようなことがこれからどんどん起きます。その能力を皆さんに提供するということです。気前よく月々たった1万円ですごいですよ。だって保険に考えてください。保険は死んだ時とかさ、病気してた時ですよ。これは生きてるのを素晴らしくする保険ですよ。この神話でやって今がんが消えた人がいっぱいいるんですよ。今日も手紙来てました。私ともこじめんだけど娘ががんになってそれから亡くなっちゃった。もうそんなことがバンバン起きてるんです。それで病院もやってるんですよ私。すぐそこで薬を使い一切使わないで 95% の寛解率ですよ。でみんなうつが治ってよかったっていうんじゃなくて、うつ病になってよかったってほとんどの人が言うんです。本当にやってるでしょ皆さん。本当にやってる。だからもう真剣勝負なんです私。普通医者でもないのに病院持ちますか。そのましては薬を使わないでね、やりますよなんて。だからもうどんな保険入ってるよりいいじゃないですか。健康になる保険、最高の自分に、本当の自分に目覚めるための保険なんです。保険として見ても、見てるだけでもいいでしょ。